それから数日後、ロールは相変わらず学校へ行くことを夢に描き、ドクターライトはロールの夢を実現させるためロールを通わせてくれる学校を探していた。一方、ドクターワイリーはロックマンを倒すため新型ロボットの開発に情熱を注いでいたのだ。できた、できたぞ、レギー。ドクターワイリー、あんたは偉い天才科学者。その通り、私は天才だ。見せて見せて、ロボット見せて。発表しよう。あらゆるロボットの機能を兼ね備えた機能満載ロボットだ。犯罪みたいに聞こえるな。では動かしてみよう。機能満載ロボット、略して満載ロボ、スイッチオン。はい、どうもー。ようこそいらっしゃいました。いやー、なんですか、だいぶ前から問題になってるんが、うん、学校で一人大勢が寄ってたかってむちゃくちゃにする。はい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 、いわゆる、はじめ、そうそう、悪いやつがみんなで言うね、よーい、はじめってなんでやねん。しまったー、これは満載ロボットじゃなくて漫才ロボットになってしまった。しかもネタが面白くない。バカ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 。そう言うな。ドクターワイリー、いい情報があるよ。ん？どうしたんだ？これでロックマンを倒せるかもよ。教えておくれ。耳を貸して。あ、でもうるさいな。羽をバタバタさせるな。だってそうしなくて飛べないもん。わしが持っててやる。うにゃー、苦しい。髪締めてる。あ、すまんすまん。死ぬかと思った。わしの肩に止まって話してみろ。オッケー。実はね、うん、ゴニョゴニョ。なるほど、さすがはわしのペット、天才。その通り、天才天才、レゲは天才。天才は忘れた頃にやってくる。なる。よし、今度こそロックマンを痛い目に合わせてやる。よし、もうすぐクリアできるわ。えい、ワイリー覚悟。ロール、ゲームの続きは明日にして、もうお休み。あとちょっとなのに。いい子だからお休み。はーい、もったいないけどな。まあいいか。おやすみなさい。はい、おやすみ。電気消すよ。はーい。ロールちゃん。え、誰？ここを開けて。今何時だと思ってるの？入学通知を持ってきたんだよ。何？これがあればすぐに学校に行けるんだよ。本当？本当だよ。待って。はい、入学おめでとう。私学校行けるのね。その通り。あ、やったー。しっ、静かに。お家の人が起きちゃうよ。うん。でもどうしてこんな時間に来たの？ロールちゃんのためにみんなでパーティーをするんだ。学校に行ってる子供たちはたまにやるんだよ。夜中に家を抜け出して子供だけでね。パーティー？こんな時間に？そう。どこでやってるの？学校の教室だよ。でも、私の友達からそんなパーティーがあるなんて聞いたことないわ。家の人にバレるとまずいからね。学校に行ってる者だけの秘密なんだ。ロールちゃん、どうするんだ？みんな待ってるよ。でも、私がいないことに気づいたら、ライト博士もロックも心配するわ。大丈夫。朝までに戻ればいいんだ。どうしよっかな。じゃあ、行かないんだね。おじさん帰るよ。あ、ちょっと待って、連れてって。急がなくちゃ。すぐに用意するわ。早くするんだ。用意ができたらすぐおじさんのフライングバイクで出発だ。はい。いやーし、もうすぐだ。スピードを上げるからしっかり捕まっててね。はーい。ねえ、こんなところに学校があるの？うん、そうだよ。
こんなに遠かったら通えないわ。安心して、通えなくても大丈夫だから。え、どういうこと？いや、あの、送り迎えしてあげるから。あ、そう、もうすぐだよ。あれがそう？その通り。なんだか気味が悪い建物ね。そうかな、校庭ないの？ここ一帯が校庭だよ。遊べないけどね。どうして？校庭で遊んだら危ないからね。つまんないの。着陸するよ。あお、大丈夫だった？なんとかね。さあ、あそこのカメラの方を見るんだ。ドアの横についてるやつ？そう、あのモニターに校長先生の顔が映るからね。校長先生、連れてまいりました。ご苦労。バイ、ようこそ天才アカデミー小学校へ。いやよ。あら、いきなり登校拒否はいかんな。中に入れろ。はい、やめて。いや、 おとなしくしろ。いや、